チース、誰も知らない狩人、イカれたコスケ。ちょっと、なんかアステラ祭来てるんだけど。アステラ祭って、終わったよね。北条の宴、終わったよね。なんでどうしてというわけで、ちょっと何か増えてないか、じっくり見て回ろうと思います。なんで北条の宴来たの？もう一回なんか、豊作だったの？なんか取れたのか。見てみよう。イベント。まあ、増えてないだろう。まさか増えてないだろう。告知なしで新イベントはないだろうな。ないだろうな。ハンターたちの長い夢、体験のあれですね。ありますね。二人の女王。はいはいはい。あ、イベント全部来てますね。オードレッド。これ足りないやつやっとくべきでは。ってか、あ、そうか、極ベヒーモス討滅戦も来てるわけですね。これいつまでやってんだ。急だな。モルゲンロッドに見よう。これ違うか。特殊クエストの方か。確かにね、今ちょっとゼロジーバのね、角欲しかったんでちょうどよかったんですけど、ウシン・エンド・ブルース。なんかいろいろ来てますね。普通に来てますね。ああ、来てますね。歴戦王も来てますね。脈打て本能も引き続き来てますし、不滅のアルペングリュウエン、おっと、こいつはまさかの、連続歴戦王出撃といったとこですか。あれ、今週、なんか歴戦王ゼノジーバあたり来るかなって思ったんですけど、特にそういった告知もないので、ないのかな。急だな、これなんだこれ、なんだ、パソコン版と何か連動してる？あれ？いる？あ、いるね。歴戦王も全部いますね。あはぁ、あはぁ。フリーとかには増えてないだろうけど、アイテムがこっそり増えてるとか、そんなことないだろうな。アイテムがこっそり増えてるとか、そういうことないだろうな。やめてくれよ。さすがいないと思うが。防具。これじゃあ、でも素材がないから見えないよね。大丈夫ないな。大丈夫ないな。大丈夫じゃない。残念。ないな。うん。なんで北条の宴急に、あれかね、さすがにもう結構何ヶ月、半年以上余裕で経ってますから、やっぱまあ、アステラ祭を定期的にやっていこうという自治体の、計らいですかね。もっと、この、ドンドルマならぬ、なんだっけ、ここ、ここの場所を、調査隊の本部を盛り上げて観光地として、人を集めていこうということで、やはり、ま、長老たちは、いや、年に4回、これ以上はまかり通らぬ、神聖な儀式じゃ、に対して、最近やってきた5期団の連中が、ああ、まあ古いや。古い祭りだろ。祭りって人集めてよ。街盛り上げていかなきゃよ。潰れちまうぞみたいな流れがあったんですかね。これね、みんなね、衣装着替えてね、これ全部片付けたのにね、もう一回出すことになって大変ですね。大変ですね、上の人に。引っ張り回される人たちは。ちょっとなんか、眉間にシワ寄ってる？大丈夫？チャレンジクエスト2。チャレンジクエスト、ああ、まあ、イベント関連、装備がもらえるやつは来てますけど、あとは、そんなに、すごいの来てないですかね。乱れ桜。でも、さっき俺見逃さなかったよ。マムタルトが来ている。マムタルトが来ています。マムタルトが来てるんだよな。これ、いつまでなの？ちょっと待って、今日はもう、あれだよ。そんな、やれんぞ。マムタロと来てんとか、頼むよ。頼むよ。あと、なんだっけ、あ、食事。あるね。北条の宴定食、ありますね。どうしよう。本当に、いや、俺が一番疑ってるのは、何か、新しい要素が増えていないかという、その一点に尽きる。その新しい要素が来ていてね、まさか3日間だけとか、そんなことないか。そんなことないかな。今ちょっとさっと情報を知って、速攻つけたんでね、ほとんど何も情報がわからないんですが、まあ、何かの補填とか何かの記念で1日だけ、2日だけ、3日だけでなければ、
まあいいんじゃないですか、北条の宴ね。歴戦王もいっぱい来るし、マムタロトもね、来てる。マムタロトの新武器全然出てないよ。本当にもう出てないからね。全く出てないからね。もうマジで。マジで出てないからね。ちょっと長めにやってくれて2週間とか。でもなんでこのタイミング、まあちょっときっと、コメント欄に情報通の皆さんが書き込んでくれると思うので、ぜひ情報を、見たら、いい情報見たら、グッドを押してください。というわけで、ちょっと急な、すごい急な、なんとも言えない、急にこの、歩き慣れたこの街を急に飛び出し、祭りに浮かれる男、誰も知らない狩人のイカれたコスケでした。まあ特になんか急いでやる必要はないでしょうけど、期限がわからないので、まあ、場合によっては急ぐ必要が、歴戦をやり残しとかね、やっといた方がいいかもしれないですね。次冬だもんね、きっとね。クリスマスだもんね。12月までないもんね。てなわけで、急でちょっとなんて挨拶したらいいかわからないが、お祭り、I'll be back!